大きな体で優雅に泳ぐこの魚、その名もイトウ。体長最大2メートルにもなる国内最大の淡水魚として知られています。北見市の水族館では、今日1月10日がイトウの日であることにちなんで、伊藤さん、斉藤さん、内藤さんなど名字に伊藤が含まれると、通常670円のところを110円で入館できるイベントを実施しています。伊藤という魚が、今現在でも絶滅の危機に瀕していて、伊藤を守って、自然環境を守っていくことが大切なんだよということを伝えられたらいいなと。他にもオスのイトウは繁殖期に体が赤く色づくことから、赤い服を着てきた男性には缶バッジがプレゼントされるということです。